次世代通信システムの 5G を活用した自動運転タクシーの実証実験が西新宿エリアでスタートしました。実証実験は一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員会や通信会社などが協力して都庁周辺の公道で行います。 5G の通信システムを活用し遠隔操作などにより自動で走行するもので、今日から8日まで行われ、事前に予約サイトで申し込み抽選で選ばれた人が無料で乗車できます。今日行われた出発式には東京都の IT 分野を担当する宮坂副知事が出席し、自動運転タクシーに試乗して乗り心地を確かめていました。